オーナー様、不動産投資、ご経験豊富ということですが、今これまでどのような不動産を投資されてきましたか？不動産は国内でビルの方を4棟ほどやってて、で、まあ、初めて海外の方に家を1軒買ったというような形になりますね。はい、国内はどのような物件ですか？1棟が完全に商業ビルで、まあ、それが全部ワンフロア一事務所みたいな形での1棟があって、あとそれ以外は基本的には居住用のマンションです。アメリカ不動産投資、アメリカ不動産を購入されたところですが、その狙いといいますか、どのような思いでご購入されたんでしょうか？基本的にはその国内の不動産投資もあって、あるいは有価証券とか、まあ、いった株とかの金融商品もあってという中で、とにかくまず一部ドルに変えたいと。でポートフォリオの中でドルにまず変えていくっていうことが大前提にあって、じゃあドルにしたものをどうするんだっていう話の時に、まあ、国内のものも不動産と有価証券で働いててもらっているので、も、まあ、持ったドルもそっちはそっちで働いてもらおうとなると、不動産というのが一つの考え方かなというところで不動産を買いました。海外不動産の中でアメリカを選んだ理由はありますか？深くそこに関してはないです。正確に言うとシンガポール、マレーシアに会社もあって、でそれも売却したんですけど、マレーシアのそういったマンションとかが高騰してるっていうのは実は知ってはいたんです。ただしそれが中国マネーですごい動いちゃってて、もう高騰してるのも分かってたんで、そういった中国人の投資家筋が動いてるものは除外して考えてました。となるとやっぱアメリカかなっていう。それはやっぱりリスクが高いってことですか？リスクが高い以上にもう割高すぎるんですよね。で投機目的がちょっとひどくて、そのジョホールっていうところなんですけど、マンションに誰も住んでないのに値段だけやたら高いっていうマンションが何棟も今存在してるんで、でまあね、中国で溢れたお金を投機してるっていうのは分かってたんで、崩れ去るのも一瞬だろうと思って、そっちはちょっと眼中にはなかったです。オープンハウスのことはどのようにして知りましたか？もう単純にそういったセミナーとかでそういったものをちょっと出ていく中で、アメリカの不動産投資っていう話を知って、やっぱ調べていくと、もうオープンハウスさんばっか出てきちゃうというか、もうこれに関しては多分実績がオープンハウスさん一強なのかなと僕は勝手に感じて、でオープンハウスさんにこちらから飛び込んだ形です。オープンハウスでお話を聞いていかがでしたか？まあ、すっきりと話は分かりやすかったので、まあ、購入してもいいのかなというところでしたね。で、あと、まさかテキサスっていうところっていうのは考えてなかったんですけど、まあ、テキサスをチョイスするに、ための理由付け、動機付けっていうのも結構ちゃんと的確に説明していただいたんで、それで、まあ、腑に落ちたというところはありますね。ご購入されてから1年半ですが、何か想定外だったことはありますか？これは本当言葉がちょっと悪いかもしれないんですけど、コロナ様々でちょっと想定よりも今売ろうとした時の値段が非常に上がっていってると。もうちょっと5年ぐらいかかるかなとは思ってたんですけど、今現状で売っても多分テンパ近いぐらいの利益になっちゃうというところなので、まあおかげさまというところはちょっとまずい言葉なんですけど、まあ、時流に乗ったなという感じはします。国内の不動産と比較していかがでしょうか？とにかく世話をしなくていいっていう点はメリットかなと思います。まあ、オープンハウスさんの方で多分こちょこちょした修繕とかもやってみえるんですけども、報告ベースだけなんで、何もこちらで大きな決断をするようなことは今のところないです。国内で不動産をやっていくってなると、結構細々したところ、あるいは一軒家が出たよってなると今度広告がとかいろんな話がついて回ってくるので、あるいはもう猛暑の時はエアコンが壊れましたっていう連絡が3日に1回ぐらい来ちゃうんで、そういったことを考えると非常に放っておけるっていう
のは楽ですね。出口については今どのようにお考えですか？先ほども言ったようにちょっと想定より今早く高くなってきているので、まあ想定より早く売却ということも考えていこうかなとは思ってます。っていうのは、まあこれは僕が国内で感じていることなんですけど、結局はこうアメリカ不動産ってずっと高くなっていくよと。高くなっていくってことはその購入層が今度限られちゃうんですよね。そこそこ頑張ってちょうど買えるぐらいっていう値段の時にリリースした方が多分買い手もつきやすいのかなっていうイメージがあって、あんまりこう高望みせずちょうどいい塩梅ぐらいっていうところでリリースできればいいのかなと思ってるんで、ちょっと早期の売却も今検討に入ってるところです。アメリカ不動産投資これからどうしようかと迷われてる方に向けてオーナー様からアドバイスがございましたらお願いします。ある程度の余裕あるいはその戦略の中で一つの考え方があるんであれば十分お勧めできるものかとは思います。実際銀行さんの方とかと話しててもポートフォリオの組み方をすごく彼らも気にするので、国内もあってちゃんと海外もあってでドルも持っててっていう風になると他の県に関してもちょっと融資が効きやすくなるんですよね。だからその自分がそこまでしっかり考えてたわけではないんですけど、銀行さんの方からの見栄えとしてものすごくポートフォリオを考えてらっしゃる方だわっていう金融そうですね、資産の使い方に長けた人みたいな扱いを受けることが多いので、その辺も含めてっていうプラメリットはあるかと思います。他の融資にも多分響いてくるとは思うんで、非常にそうですね、名刺代わりになるというか話としてね、はい。